高千穂鉄道 TR-100 系機動車は、1989年に5両が製造され、2005年の営業休止まで使用された、高千穂鉄道の機動車である。本校では、TR-100 型と同時に製造され、同じく営業休止まで使用された、観光用の内装を持つ高千穂鉄道 TR-200 系機動車についても合わせて記載する。 1989年4月に日本国有鉄道の特定地方交通線であった九州旅客鉄道高千穂線を第3セクターに転換して開業した高千穂鉄道が開業に際して準備した機動車7両で一般用の TR-100K5 両観光用の TR-200K2 両で構成されるいずれも新潟鉄工所製の NDG と呼ばれる レールバス型機動車の一種で、製造時期が近い松浦鉄道 MR-100K、熊川鉄道 KT-100K、KT-200 型と、ほぼ同型である。TR-100K、TR-200K の車体、走行装置は同一である。エンジンは、新潟鉄鋼所製 DMK13HS、ディーゼルエンジンを1 8 3キロワットに設定して、 採用した。全車正面貫通式、両運転台、トイレなし、TR-100 型は、セミクロスシートで、車体中央部に4人掛けボックスシート6組があり、TR-200 型は、観光用途の仕様で、全席ボックスシートである。各車両に相性が付けられていた。2005年9月の台風による災害で、高千穂鉄道全線が普通となり、 復旧されることのないまま2008年12月までに全線が順次廃止され t r 1 0 0系、TR-200 型も用途廃止となった t r 2 0 0系1両が朝海岸鉄道に譲渡されたほか t r 1 0 0系3両 t r 2 0 0系1両が沿線で保存されている TR-101 社内新潟鉄工所の 警戒機動車 NDC の一種で15.8メートルの車体を採用した。当時の NDC の標準的仕様であり、製造時期が近い松浦鉄道 MR-100K、熊川鉄道 KT-100K、系200型とほぼ同型である。TR-100K、TR-200K の車体構造は同一である。前面は貫通式、乗務員室は左側で、 乗務員用扉は設けられていない。折戸の客用扉が片側2箇所、運転室がない側は車端に、運転室がある側は運転室小窓の直後に設けられた。扉間には上段固定、下段上昇の幅 1200mm の窓7組が設けられた。運転台室がない側の扉と客用窓の間に 360mm 幅の小窓がある。 全車トイレの装備はない。外部塗装は白をベースとし、雲海と皮をアレンジした、暖色系統のピンク、赤、紫の帯が倉庫に巻かれた。TR-100 型はセミクロスシートで、車体中央部に4人掛けボックスシートが、通路の両側に3組ずつ1組分ずらして配置されている。TR-200 型は全席クロスシートで、 4人掛けボックスシート12組と2人掛けシート2組が設けられた。全車ワンマン運転用の機器を備える。TR-200 系客室内にはイベント対応としてビデオ、テレビとレーザーディスクによるカラオケ装置が設置された。エンジンは新潟鉄鋼所製 DMK13HS ディーゼルエンジンを1機搭載、定格出力1 8 3キロワット。 1900rpm で使用された。動力は、新潟コンバーター聖託くん -22-1100、液体変速器を介して二軸駆動の台車に伝達される。台車は上枕空気バネ、軸バネ式、NP120D-T が採用された。制動装置は、機関、排気ブレーキ併用ので一英自動空気ブレーキである。暖房装置は、エンジン排熱を利用した。 温風式である。冷房装置は、能力2 5 6キロワットのものが設置された。TR-202.101 の連結線、1989年4月28日に、JR 九州高千穂線の岡駅高千穂駅間5 0 0トルが、第3セクター、高千穂鉄道に移管されることに伴い、TR-100 両、TR-200 系両が、 新潟鉄工所で製造された。遺憾にあたっては、延岡に地理的に近い自治体がバス転換を主張する一方、遠い自治体が鉄道存続を主張、宮崎県が仲裁して鉄道存続が決定している。開業にあたり、下り列車で20分、上り列車で10分の運転時間短縮、列車本数倍増、快速列車設定などの利便性向上策が取られた。 1990年代中頃までは、輸送人員は横ばいとなっていたが、以降は減少に転じた。2005年9月6日に、九州地方を襲った台風14号の影響で、橋梁2カ所が流出するなど甚大な被害を受け列車運行を休止、部分復旧なども模索されたが実現せず、2008年12月までに全線が廃止された。運行休止時には、 tr-102 が、延岡駅に、田六両が、高千保駅にあり、そのままの状態で保管されていたが、tr-201 は、朝海岸鉄道に、無償譲渡されて、同社の asa-300kasa-301 となったほか、tr-104、tr-105 は、日の影町に譲渡され、日の影温泉駅跡で保存。tr-101、 200には、高千穂駅跡で保存され、不定期ではあるが、運転体験が行われている。事前に予約すれば、随時運転体験が可能である。運転体験のメニューは高千穂天照鉄道に問い合わせることで確認できる。TR-100 には、延岡駅で t r 1 0 3は上渡の話もあったものの、実現せず、高千穂駅で、 それぞれ2008年に解体されている。ありがとうございます。